ちょっとですね、今日ね、過去の動画をまたいろいろ見てたんですよ。いや、ほんまに、自分にね、雑魚やなって言いたいんですけども、今も雑魚ですよ。雑魚から見てもさらに雑魚やなっていうレベルだったんですけど、今、一番僕が、成長を感じる部分っていうのが、同窓同ね、指変えずに音とかじゃなく、下の銅なんですよ。いろんな、僕今、目指してる音っていうのはいっぱいあるんですよ。雑魚なりにね。ほんまにもうほとんどの人がもうすべて憧れなんですけど、まあ、ほんまいろいろ気にないんです。まあ、イキリ君とか、まあ、ニャンチューとか、ね、実名はちょっと出せないですけど、とか、S ちゃんとか、まあ、いろんな楽団のね、人とか、で、プロのやっぱり河合さんの音を、まあ、一番身近な、ね、僭越ながら身近な目標としてさせてもらってるんですけど、チューニングベイの下の動画、だいぶそれに一歩だけ近づけたような太い音が鳴るようになったんですよ。ちょっと結構な確率で鳴るんで、ちょっと聞いてもらいたいです。いきますね。はぁー違う違う。何やねー。ちょっとすみません。違うんですよ。めちゃくちゃ太い音してないですか？いや、これをちょっとね、未来の自分に一歩、ね、目指す音が一個出かけてるぞっていうところ、やっぱいきなりでもやる、せーのってやると今みたいになるんですけどね。ちょっとこれを伝えたかったです。はい。で、今日ももちろん鳩の少年をメインに、あとまあ美女と野獣も練習してるんですけども、まあまず、鳩の少年の最初のフレーズのとこね、これがやっぱりね、もうまあ1ミリずつですけど自信がついてきてるんですよね。今日も今一発でこれ決めてる。さっきはねちょっと下の音ならなかったんですけど、まあこの緊張感を持って一発でいきます。全然あかんやんか、もう。でも、なんかね、気持ち的にまだいけるっていう自信があるんですよ。でも今、鳩と少年やってて、一番やばいなと思うのが、やっぱB からなんですよね。B からが、サードがソロじゃない、メロディーなんですよ。下の層が出てくるんですよ。こうやってここだけをやれば、たまに今みたいな音が鳴る時があるんですけど、ここがむずいですね。これちょっとね、なんとかしないとダメなんですよね。今月の末ぐらいがまあ、人前での演奏なんで、これがマジでむずいですね。むずい、こいつ誰か助けてほしい。頑張ります。今日も行きましょう。このね、箱の中に五十音や吹奏楽にね、まつわる単語が入ったボックスから一枚引いて即興でそれにまつわる吹奏楽部あるあるを言うというこの企画ですけども、これは果たして1年後ぐらいですね、身になっているのかどうかですね、全く、まあ道は見えておりませんが、インスタもね、実は始めておりまして、なんですけど、まあ、信じてね、何かやっていかないとダメなんでね。まあ行きましょう。やっぱ即興力が大事ですからね。何くらいでもいいように。あ、2枚出ましたね。はい。じゃあ行きましょう。今回のあれは、はい、鍵盤楽器あるある。はい。鍵盤楽器、手元を見ずに叩けてるやつがいたら、それはもう変態。頑張っていきます。